ボンボンのヘアーイエーイ、あっちのジャッジです。りっちゃんです。そしてあっちから見たこっち調べていくね。はい、はい、ということで今回から寿司ラーメンリクさんがゲストとしてボンボンの部屋にやってきてくれました。今日から5つの企画をやっていきます。はい、そして今日は早速質問コーナーをやっていきたいと思います。よっ、ツイッターから質問をたくさん募集したので、その中から10個選ばさせていただきました。はい、ということで早速いってみましょう。はい、こちらでございます。じゃじゃん。はい、ね、バナナ食べながらでいいんでね。はい、はいはい、じゃあ寿司ラーメンリクさんへの質問10。はい、多いですか？多いですか？いや、もっとすごかったですよ。まあまあ、頭の回転が早いからパパパパって答えるからね。もうマジで、もう時代が遅れていくよ。時代が遅れていくの。なるほど。はい、はい、それでは早速、いってみましょう。はい、以上ね、はい、こちら。じゃじゃん。 YouTube を始めたきっかけは？中2の時に友達とスイカに輪ゴム巻きまくってて、はい、ああ。爆発の、そう、あ、友達がこう覗いてる瞬間にちょうど爆発して、友達の顔面に当たったんですよ。その映像があまりにもすごくて、あ、それが面白くて、そう、それであげようってなって、わあ、マジか。編集も何も分からずにやって、ずっとグループでやってきて、高校になってから一人になって。あ、そうなんですね。へえ、じゃあなんかもともとなんだろう、なんか誰か YouTuber が好きでとかではなかったんですか？あ、全然、YouTuber も知らない時だった。へぇ、そうなんですね。みんなそうなんですね。ねぇ、うん、ほんで純粋に楽しいことをやってそれを上げてみたみたいな。そうです、そうです。なるほど。それでは次行ってみましょう。はい、2問目はこちら。はい、なぜ寿司ラーメンはひらがななんですか？はい、そしてまた、寿司ラーメンじゃなかったらなんていう名前にしてましたか？そうだね、寿司ラーメンって寿司とラーメンが好きだからってこと。そうですね、単純に。あ、もう単純にそれなんだ。何も考えてなかった。何も考えてないか。あー、もう適当に。なるほど、そうなんだ。何も考えてないんで、もうひらがな。あ、なるほど。じゃあ味噌ラーメン好きだったら味噌ラーメンリクなの。そうなんだ。で、後付けでいくと、はい、外国の人が見る日本食好きなもの、はぁ、1位2位が寿司とラーメン。あ、なるほど。そういうことか。後付けなんですか。グローバルに展開していきたいみたいな。なるほど。じゃあなんか寿司ラーメン以外の候補とか何かありましたか？マウンテンソーセージ。マウンテンソーセージ。マウンテンソーセージリクなってたんだよ。なんだろうそれ、すごい。マウンテンソーセージ、ソーセージが好きってことですか？いや、本当ただただ自分の好きなものを、ただただマウンテンソーセージが気分。まあいいじゃないですかね。次行きましょう。次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、こちら。好きな寿司とラーメンは、また嫌いな寿司とラーメンは何ですか？これはどうかね。寿司とかラーメンすごい大きい括りじゃないですか。あー、その中でもネタとか味とかで、あのネギトロが、あー、ネギトロね、美味しいですよね。軍艦のね、あの、そうです。好きなラーメンは醤油の、いやー、さっぱりしたやつ。さっぱり。意外と普通なんだ。こってりが苦手なんですよ。あ、こってり苦手なの。なるほど。あっさり、じゃあつけたもん。あっさり、あっさりラーメンリク。完全に食べ物。じゃあこっち逆に嫌いな。嫌いな寿司。あ、やばい。あー、同じだ。あ、大丈夫だ。これ新品だから大丈夫だ。あ、よかったよかった。嫌いな寿司、卵。卵全然食べれるんですよ。寿司じゃねえだろう。あー、確かにね。もうバターを落そう、上に乗せちゃうから食べちゃえばいい。食べちゃえばいいね。なるほど。嫌いなラーメンはこってり系のラーメンって。あ、そうね。なるほど、なるほど。卵結構食べるんですけど、あんま食べないよね。寿司じゃねえだろうって言いながらついつい食べちゃう。食べちゃうんだよ。食べちゃう。嫌いじゃないか。はい、次行きましょう。はい、じゃあのネタはどうやっていつも考えていますか？さっきもちらっと言ってたけど、300個あるって言ったね。すごいよね、300。どういう時に思いつくんですか？授業中、先生が喋ってる時とかに、なんか、あるキーワードを言った時とか、あって。あー、キーワード。へぇ、キーワードから連想してって、すごいなっていう。じゃあなんか、あれですか、なんかもう今ネタ考えようとかではなくて、パッと、まあ、パッと思いついて、逆にネタ考えたい時とか全然思いつかなくて。あー、そうなんですね。わかりますよね、僕ら考えてますけど、ネタを考えているときは面白いの浮かばないよね。で、とっさに、あ、降りてくるんだね。そうだね、パッと降りてくる。いや、いいですね。まあ、天才だね。え、なんかどうしてもなんか降りてこないなっていう日とか、なんかこれしてると結構思いつきやすいとかあります。
あのもうボケーっとソファーとかで寝てると、1個思いつくともうどんどん連鎖で思いつく。なるほど。じゃあ私たちも見習ってね。見習ってやってみよう、ソファーでドローンと、はい、300ぐらいちょっと考えますね、はい、頑張ってください頑張ってください、はい、はい、次行きましょう、こちら、はい、はい、リクさんの動画の中でおすすめの動画は何ですか？一番最近だと小麦粉ロケット。あ、はいはいはい、なんかそれチャンネルのあれ置いてるね。もう掃除が大変すぎて。あー、なるほど、おすすめしたい。しかもいつ飛ぶかそれあれ怖いよ、不発のような感じで、うわあれと思ってたらドーン。うわあ、まあそちらの動画は概要欄に貼ってるので、それぜひぜひご覧ください。それでは次行ってみましょう、はい、はい、こっち。勉強と YouTube の両立はどうやっていますか？あ、別に先生に気を使わなくてもいいからね。もう勉強嫌いって言ってもいいし。先生見てるんですか？あ、見てるんですか？見てるの？もうみんな知ってくれる。あ、じゃあもうどうせならこっちのカメラに向かって勉強と YouTube、じゃあどっちが好きですか？ YouTube です。すいません。でもあの、勉強を YouTube で撮るっていうやってるんですよ。勉強を YouTube で撮る？勉強してる姿を YouTube で撮って、はい、YouTube で撮って、カメラで撮って、はい、なんか特殊な勉強の仕方をして、例えば眠くなったらこう電流を流して起きる。はいはいはい、あ、見ました見ました。なるほど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 、電流を、なるほど。すごいやる気も出るし。あー、確かにちょうどいいみたいな。すごいですね。じゃあもう本当に、ね、そうね、なんか両立、両立させてるんですね。多分結構見てる人も学生が多いと思うんですけど、なんかアドバイスもありますか？こうやって勉強するといいやみたいな。できれば真似はしてほしくないんだけど、ロケットとかはね。まあ、勉強の方でアドバイスとか。でも勉強してるところを自分でこうカメラで撮ると結構集中できるんで。すごい新しいですね。スタイル結構なんか見られてると思うとなんか集中できるかなと。見られてると思う。皆さんもぜひやってみてください。やってみてください。やってみてください。はい、それではいきます。はい、はい、学校ではどんなキャラですか？ YouTuber ですね。なんだ、あ、 YouTuber がまた変なことしてるみたいな。あー、なるほど。認識がすごいあるんだ。認識みんなしてくれてて、でもそんな常にボケたりはしゃいだりしてるわけでもないし。そうだよね。怒られちゃうよね。仲いい友達が YouTuber みたいな、なんか、あー、なんだろうな、そこまで特別な存在でもない。そんな特別じゃないんだ。結構溶け込んでて、でたまになんかでかいことやっちゃったりすると、あ、また YouTuber だとか言って。ああ、そうとか。だからその一緒になんか動画撮りたいとか言う友達とかはいないんですか？あ、います。おお、心霊スポット行きたいとか。うわー、なるほど。そういうのもまあちょっとやっていくんですか？結構夏休みは結構楽しい。ああ、なるほど、いいですね。仲間が増えるわ。じゃあすごいなんか最高のポジションですね。じゃあ今度僕とも一緒に行こう、心霊スポット。行きます。めちゃくちゃ怖がりだけど。俺もめっちゃ怖がりだけど。もう最高、それ最高。怖がりだけど、あの、お化け屋敷とか全然入れない。ああ、俺も入れないんだ。おもちゃだけど怖いんだ。暗いとこがまず。そうなんです。ああ、じゃあ今度一緒に行こう。行きましょう。いや、はい、行きましょう。何、大田さんって今緊張してきて。あ、緊張もう緊張してきて。緊張してきて、バナナ食ってるからね。あぶね。最後、次行きましょう。はい、はい、リクさんが一番かっこいいと思うセリフをこちらのカメラに向かって言ってみてください。めちゃめちゃね、これね、これでも女の子すごいね、待ってると思うんで。忘れちゃいけないけどバナナ持ってるから。確かに、バナナ使ってもいいですよ、別に。あー、かっこいいことか。バナナ使ってかっこいいことって。そう、すげえめちゃめちゃな。使わなくていいですよ、別に。じゃあ、2分ほど。あー、新規みたいな。2分ほど考えましょう。じゃあ、まずヨッチが見本で。見本見たいです。一番かっこいいと思う。女の子がなんか、あ、よっち大好きってなりそうな。あ、いくぞ。女の子向けのかっこいい。そうだな。そうですね。まあ、まあそうですね。あ、なるほど、なるほど。いくぞ。家族なろうよ。まあ、こういうことだよ。こういうことだよ。まあ、これは参考にせず。好きな人に家族になろうよだよ。いや、だからだってよっちのことはみんな好きかわかんない。好きじゃない人も、あ、よっちってなるよ。じゃあ今のは俺が思うかっこいいセリフだ。あ、そうか、そういうことだよね。俺も、じゃあ俺もその女の方、今の言われたらやばい。やばいね。なるほど。家族になっちゃう。なっちゃう。愛してるぜ。好きだぜ。俺について来い。
ああ。なんで、そう、普通のでいいっすよ。見せてくれ。月と地球が俺らの関係。ちょっと待って。あのー、結構遠いけどどうかなそれ。結構遠いけど見える位置にいるよみたいな感じ。だから独特のね。常に一緒に。あ、常に一緒に回ってる。なくなる時は一緒だよみたいな。ああ、ね。深い。深いね。まあ後付けなんですけど。あ、また深い。確かに深い。深い。常に回ってるもんだって一緒に。うん、確かに。一緒に回ろうよってことだよ。あ、なるほど。なるほど。あ、決まった。今の決まった。意味が分かればかっこいい。よっしゃ。かっこいい。なるほど。次行ってみましょう。いや、美味しいとこもらった。はい、仲のいい YouTuber はいますか？またこれからコラボしたい YouTuber は？これはアバンティーズさんとね、コラボしためっちゃ止めてもらって、こっちにそうだね、結構撮影してた、ね、今日も泊まっていいよって言ってへぇ、めっちゃ優しいです。あ、優しい。じゃあ次にじゃあコラボしたい、まあ、グループはじめさんです。あスタイルがめっちゃ似てるんで。確かにそうですね。え、まだあんまり会ったこととかはないんですか？会ったことあるんですけど、そんな1対1で話したこととか。いや、ほんと仲良くなったらすごいことできそうだ、うん、すごいことできそう。この2人がね、合わせたのやばいことないですね、うん、実験のね、ほんとに。でも注意しないといけない。あの人も歯止めが効かない場合がある。大爆発を大爆発、ほんとに大爆発だよ。家ぶっ飛ばしそうみたいな、ね、やばい。そこは気をつけてね、コラボをね。はい、次行きましょう。はい、はい、じゃあこれが最後の質問になります、はい、これから挑戦してみたいことは何ですか？これからっていうか、俺も重力に常に逆らいたいなって思ってうわー、なるほど。発言がかっこいいな。かっこいいよね、もうなんか重力に逆らいたい。なんか浮きたいんですよ、そういうの。あー、で、最近近いうちに空飛ぼうとは思ってるんですけど、はいはいはい、いつかは宇宙行きたいなって思って。おー、確かにロケットで宇宙行こうとしてるもんね。月面で体力測定やったら多分相当超人的な記録出るんだけどね。じゃあ月行きたい。月面体力測定。月面体力測定。なるほど。夢最終的な。いやそうだよ、ね。これみんな楽しみにしてますよ。どうかな、うん。待っててください。今誰に言ったの？あ、視聴者に。お母さんに。お母さんに言ったんだよ。お母さん。まあ月で。月面、うん、体力測定をするしたいです、ね、なるほど、やっぱりさすがに違いますね、なんかこう夢の大きさが。で、りくくんならできると思うんですよ、うん、頑張ってください。はいはい、はい、ということで、まあこの質問10個聞いてったんですけども、まあ、りくくんがね、スーパー高校生ってことは皆さんも分かったと思うので、はい、これからも企画を楽しみにしていてください。それではこの動画面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。またねー。じゃあねー。